履物は足に着用されるものの総称。靴、ブーツ、下駄などを含む。ハイチのポルトをプランスにて人道支援食の空き袋を履物代わりにする。配置自身の被災者履物は足の保護の他に衛生やファッションのために着用される。最も基本的な目的は足裏の保護であると思われる。足裏は人間の歩行時に地面に接触し、 そこに全体重がかかる部分である。使用すれば角質化し、非常に丈夫になるものではあるが、トゲや尖った石の格闘に対しては、十分に対応できない場合も多い。これに対して、足裏を保護するために、その仮面を覆うような布、革、板などを用意し、これを足に固定するようになったのが、履物の一つの形である。紐で固定するようになったものが、ゾウやサンダル、 つま先を覆うようにして、引っ掛けられるようにしたものがスリッパ、足の甲やかかとまでも覆うようにしたものが靴と呼ばれる。履物の下に靴下やストッキングを着用することが多い。履物には様々な趣向があり、特にブーツや靴を審美の対象とするものが多い。欧米では屋内でも履物を履いたままでいることが多いのに対し、日本、韓国では脱ぐことが通常である。 履物を脱がない文化においては、椅子なども発達した。大きく分けて、足の2本の指で鼻緒を挟むものと、足を包むものに分かれる。鼻緒付けの履物は足指に力が入る、足のバランスに良い、足を締め付けないなどの効果があるが、慣れないと足の指の間の鼻緒が痛いという問題がある。また、ある種の障害者は足に力を入れることができないため、靴でないと歩けない。しかし、 最近は、鼻緒が健康に良いと言われ始めた。足の指に力が入ること、足が締め付けられないことなどで、子供に普段履かせる学校や親が増えている。さらに、日本は高温多湿であるため、靴で夏を過ごすと、暑いこと、浴衣の再普及により下駄や、草履も見直され、普段履きに活用されるようになった。ありがとうございます。